で売上のだよ。売上のそうです。3分の1って言ったら45万しかないことになるじゃんよ。はい、現状そういう形です。45万食えないじゃん。あのさ、はい、風俗だから、はい、楽して儲けたいっていうのがさ、うん、風俗関係のさ経済に多いわけよ、はい、他のハンバーガーやったら儲かんないんだけど風俗だったら儲かるじゃないかっていう、はい、その時点でその業界バカにされるよね。下手な人って自分目線で物事考える、はい、じゃないのよ。俺は逆なの。客目線で全部考える。逆に言うとそういうのが口コミで広がってって東京からわざわざそっちのお店にまで行くって店になるといいよね。そうなってくれると嬉しいですね。嬉しいじゃなくて、はい、努力すればいい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マキさんは風俗屋。はい、風俗屋です。どんな風俗屋？はい、分かりやすく言うとぽっちゃりの風俗。ちょっと太ったお嬢さん方のデリヘル、はい、デリヘルです。デリヘル、はいはいはい。で、以前は私の経営者。経営者です。はいはい、はい、何人ぐらいのお店？今女の子は13人。13人のお店。はい、はい、で、はい、まあ以前と変わったところが、まあ、事情があってフランチャイズで契約してたものですから。フランチャイズ、はい、フランチャイズ料いくら払ってるの？月が15万。月15万、はい、それは大体売上の何パーセントぐらいなの？売上でも3分の1ですね。 30% で売上のだよ。売上のそうです。で3分の1って言ったら45万しかないことになるじゃんよ。はい、現状そういう形です。45万食えないじゃん。でも食えないですけど、だって十何人の子たちみんな何千円しかなんないじゃん。何万円、あ、利益がね、ごめんなさい、利益ですね。売り上げしたんだよ。利益が、あ、で45万利益が出て15万払ってると、はい、なんでフランチャイズの必要性があるの？はい、まあやはり最初はちょっと気が引ける部分があったので、私の方がなんか自分でやるっていうことがちょっと踏み切れなかったので。まあ、頭からお話しして。はい、まあいろいろどうしてお店をやろうかなって考えてた時に、まあ、もともと風俗ずっとやってたの？はい、社員とか。今48、もう20代の頃から風俗やってたの？ね、風俗は、雇われてたのが6年。じゃあ30代何してたの？30代はまあ、普通の会社員とかでした。営業とか？営業とかですね。いろいろ稼いでた？もうでも普通の年収400万とか。400万とか、はい、20代もっと低いわけだよね。はい、はい、で40代になって風俗に来て、はい、結構もらえたでしょ？結構もらいました。経営者になって なんない方が良かったんじゃないの？今でも変わんないと思います。だって真面目に雇われ店長やってたらさ、40〜50万はもらえるじゃんよ。だってそうですね。でもドライバーだったら40万ぐらい前じゃないの、毎日やってたら。そうですね。きっかけはドライバーだったんですけど。なんでオーナーになったの？まあもう自分でやろうか、どっかちゃんとしたところに勤めようか、どうしようかなって考えてた時に、はい、はいはい、まあ、ちょうど売買に出たんですよ。お店が売りに出たわけ。はい、でそこを買ったわけ。はい、あ、それでそれはフランチャイズなわけ。フランチャイズですね。いや、それでいいじゃない。そうなんですけど、うん、まあでもそのもう少しやっぱり収入も増やしたいとかいろんなものもあるのと、うんうん、やっぱりその高橋さんにそのいろいろとその経営からいろんなものに対してこう、うん、何か指針ではないですけど、うん、なんかこうした方がいいっていうものをちょっと言っていただきたいっていうのが一番強くて、うん、今どういう経営してるの？今でももう別に自分のやりたいようにやってるだけですので、はいはい、電話を受けをして女の子のスケジュール管理して、はい、ドライバーは雇ってるわけ？え、今は自分で全部自分でやって、はいはい、ほうほうほう、とてもその利益率から言うと人を雇っても余裕がないので、はいはいはい、自分で全部やってます、はいはい、結構その呼ばれるところは遠いわけ？車で
平均何分ぐらいかかるの？でもほとんど近くのところしか、はいはい、来ない感じです。あのそういうホテルが近くにあるわけ？はい、ホテル街が。地方だとよくさ自宅に呼ぶってあるじゃない。はいはい。その割合は 何割ぐらい？今でも逆に女の子たちが嫌がってしまうので、うんうん、もうほぼない状態です、はいはい、お店は高級店？安いお店？今安いお店で。安いお店、はい、料金体系は？料金体系60分で、通常ですと8,000円。60分で8,000円です、はいはい、通常じゃないっていうのは何？あの、まあ、その話後でしようとしてたんですけど、はい、9月の半ばから去年の9月半ば、はい、はい、去年の9月の半ばから2ヶ月間、はい、あの電話がほぼ鳴らない日々が続いてしまったので。それはその前は来てたわけ？その前はちょこちょこは来てくださってたんですけど、はい、なんで来ないの？そこもまあ単純にいろいろあるんですけど、女の子が少ないとか、はい、あのまあいろんな事情も重なったと思うんですけど、はいはい、まあでもこのままじゃどっちにしようもう資金もなくなってダメになっちゃうなと思いましたので、うん、でそこで1分100円っていう、もともとその、はい、60分6000円、はいはい、っていうのを、はい、じゃあキャンペーンでやったんだ。キャンペーンで80分までやりますっていうふうにして、はいはい、なんとか復活したような感じでしたので。それで今45万ぐらいの利益が出ると。はい。ほう。え、じゃあ女の子に何割？でもその今このぽっちゃり界隈とかって少し少なめとか、いろんな事情もあって、そのもともと違うオーナーがやってた時にすごいずさんだったっていう評判、悪評もあって、うん、今四分六で最低でも6が女の子の番組で時給3,600円。女の子でもそこで繰り上げて4,000円は最低でも。4,000円、はい。それで女の子来る？でいていただいてます。はい、かなりぽっちゃりなんだね。でも普通のぽっちゃりの子もいらっしゃるんですけど、でもその、まあ、やり方が悪いかもしれないですけど、女の子によって、まあ、プレミア料金とか特別指名料という形で、そういう形でいい子はあの少しプラスになると、はい、はい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 、いいじゃないそれは、はい、それはそれ 100% 女の子なんでしょ？そうです、はいはい、はいはい、でもですね、大体お店のバッグがもう2,000円、3,000円、4,000円ぐらいで大体1本に対してっていう感じで今はやっております。はいはいはい、うん、健全ないい店じゃん。そのありがとうございます、うん、あのさ、はい、風俗だから楽して儲けたいっていうのがさ、はい、風俗関係のさ経営者に多いわけよ、はい、他のハンバーガーやったら儲かんないんだけど、うん、風俗だったら儲かるじゃないかっていう、はい、その時点でその業界バカにされるよねっていう。うーん、僕は AV 業界がそうだったわけ、はい、AV なんだからあの能力は低くても儲かるべきなんじゃないかないかみたいな。あ、いやいや、ちゃんとお客さん喜ばしてちゃんと利益をもらう、それは継続するために絶対必要なんでと、はい、っていう、何も AV だから大儲けできるじゃなく、ちゃんとやるべきことやってお金もらってるんだっていう考え方で言うと、多分あんまり付加価値のあることはやってないみたいなんで。そうなんです、はい、で45万円もらえれば十分だねと。で女の子は、はい、うーん、4割がちょっと、6割がね、できれば7割だね。おお、女の子に7割で店3割、はい、あのさ、はい、近くのホテルだったら待機場があるの？それともあの自宅から行ってもらうの？待機場あります。 あるんだ、はい、そこから歩いて行けないの？ホテルまで行けるホテルが3個ぐらいしかないです。3つぐらいしかないです。3個に絞っちゃったら結構減る？結構減っちゃいます。ほらホテヘルだったらそういう風になってるじゃん、はいはいはい、この近くのホテルだけですって言って、はいはい、そうなんです。でも本当に歩いていける距離のところが3つしかないので。3つで回せられない？はい、うん、あの要はお客さんが得しないところにお金を使っちゃいけないっていうのが商売の大鉄則なんだけど。はい、得しないところに使っちゃいけない、はい、僕 AV の時で言うと、はい、
店舗さんにビデオを売るのに、はい、15本以下は下ろしませんと。はい、そういう条件でやっていくんです、はい、と店は1本足んなくなったから1本買いたいみたいなこと言うんだけど、はい、送料がすごい高くなるわけよ、はいはい、でもお店は別に送料取られないから1本単位で買いたがるわけ、はい、あ、はいはい、それはいいんだけど、それが長く続けばその分当然、うん、定価に乗っけなしゃいないわけよ、はいはい、損するわけいかないから、うん、例えばなしが1本あたり送料が200円かかるとすると、はい、200円分卸値に上げなきゃいけないわけ、はいはい、と当然売り値がまた上がるわけ、うんうん、お客さんに負担になるわけよ、はい、でもお客さんその送料別に得しないよねと、うんうん、と15本にすれば1本あたり数十円になれば数十円 の分乗っけときゃいいわけ、うん、はい、なんで15本以下売りませんと、うん、営業がいやそう言わずに10本以下にしてくれとか言う、他はやってるとか言う、うん、俺ダメだよ、安くしたいんだもんと、そのためにまず無駄な経費使わねえようにしなきゃいけないんだもんと、それはお客様は店じゃねえからと、店に来て買ってくれる人がお客様であって、うん、パートナーである店は甘やかしちゃいけねえんだと、できるだけお客様が喜ばない経費は削ると、その結果は安くして、それを還元して安くしていくとっていう考え方をちゃんとやるのが、これが当たり前の商売であって、それをエロ屋だからってぬるい商売して儲けるすんじゃねえやっていう、そうですね、で言うと牧さんは大した経営者じゃないらしいんで、それで45万円ももらえるんだったらいいじゃんありがたい話じゃん、もっと言うなら 70% にしてあげて30万円にしないよといや、それもうそれでは少し寂しいので、だったら、はい、規模を大きくするといいよねっていう、70% になったらあなたの店がいいって言って女の子が増えるかもしれない、はい、だからいい女の子が増えてくると客が増えてくる、今20人抱えてる30人抱えてるって言ったら薄利多売でそれなりの利益が出る、ただそうなってきた時に運転手として の仕事で雇わなきゃいけなくなるとまたその分赤字になっちゃうって考えると、いやいやこのホテル以外は行きませんと、あだって1時間6000円なんてさマッサージでもねえんだからさ安すぎるわ、そうですよね、うん、その代わりだから安くできてるんですと、はいはいはい、お客さんも理解できるわけ、 あそこが6000円で安いのは移動費かかんないから、うん、自分が行かなきゃいけないと、はいはい、でもどっちみち A のホテル行くも B のホテル行くも車内で来てるならこっちの B か BCD 以外はダメですと、ちょっとお客様にはその部分我慢していただくおかげで6000円で提供できてると、はい、でも6000円の割にはいい子いるよねと、それは私とはですね女の子に70パックしておりますんでと、なんかそういうふうに言うっていう発想に至れないので、そういうとこもなんかいろいろ言っていただきたいのがあったので、まあ、本当だったら100万200万俺本当はフランチャイズで毎月15万俺にくれんだったらいろんなこと教えてあげるけどねっていういやもうでもいいと思いますあのさ、はい、下手な人って自分目線で物事考えるのよ、はいはい、じゃないのよ、俺は逆なのよ、うん、客目線で全部考えるの、うん、それをはい、それをいやドライバーがつかなきゃいけない、女の子には 60% で40しか回ってないで6000円しかお客さん払ってくれないんでしょと、だからこの程度になっちゃうんですみたいな、はい、じゃなくてお客様にとっては何がいいかって言ったら、いい女の子がいい値段であることが一番であろうと、であるならばここだけに特化するためにはまず無駄な経費使わない部分で申し訳ないけどこのホテルに来てくれと、そのホテルがいっぱいなんだったら困っちゃうけど空きがあるんだったらそういうこともできる、で移動時間が少なくなれば女の子もその分稼働率が上げることができるっていう、みんながいいでしょうと、で僕も利益ほとんどないんで、でそれでドライバーの部分なくなったら
80% バックできる。80%。 いや、そこまで電話受けだけでさ、はい、なんとかで何分なんとかちゃんですねって、 A ホテルに、はい、B ホテルにっつってさ、はい、行ってじゃ行ってらっしゃいっつってさ、はい、僕らはあなた方に何の管理もしませんと。客取ってきまして、どこの場所にどのお客さんがいるかっていうのだけをお知らせしますと、はいはい、なんで 20% しかいただきませんと。女の子いい店だって言うわ、うん、いや商売の基本だからね、経営者が自己犠牲っていう、はい、まずは皆さん喜んでください、はい、それでよかったら私も生きていけるようにお金くださいっていう、うーん、はい、あ、家庭はあるの奥さんは。いや、今ないです。今いないってことは、いた、はい、子供はいます。じゃあ仕送りしなきゃいけないじゃん。はい。じゃあもっと稼がなきゃいけないね。そうなんです。あのさ、はい、10店舗経営すればいいんだよね。そうすると30万円になったって300万になるから、はい、まあ単純じゃないけど人雇わなきゃいけないんで、はい、要は一つの形で女の子も嬉しい、客も嬉しいって形ができれば、はい、じゃあ今度ぽっちゃり系じゃなくて熟女系やります、人妻系やります、あの若いお姉ちゃんの店やりますっていう、はい、同じノウハウだから、はいはい、広げればいい、はい、その一個今研究中なんで30万しかもらえません、上等だよねと。ああ、いい言葉いただきました。そうです、ね、まだあなたは完成してないんだよと。完成したらそれをコピーしていけばいいんだからと、はい、で次にあるのが商品をより良くするっていう、はい、女の子っていうこと。教育は、はい、全く今してないしね、してないよね、はい、ね、はい、俺ほら格物っていうさ、東京でさ、はい、関東でさ、はい、あの店のさ悪い店は徹底的に叩いてやるっていうサイトを作って、はい、そういう意図で作ったんですね。そうよ、業界を健全化させていい店が儲かって悪い店が潰れていくっていうのをやってやろうぜっつって。別に俺儲ける必要ないんで、はい、俺はボランティアのつもりで、はい、業界を健全化させていくっつって、はい、とりあえず1億円分金払うから、はい、プレーみんなに行ってもらって、はい、コメント書いてもらえっつって、で悪そうな店行ってバンバン書けっつって、これ下手するとお前に殺されるぜとか言いながら僕応募しようかどうか迷ってたんですよ。いや、あのレベル高いから、はい、多分ダメです、うん、あの無理。あ、そっか、やろうと思ってやれないんですね。そっか、よかったです、聞いてみて。そうですか、っていうので、はい、ちゃんと風俗業界も客を喜ばして働いてる女の子が喜んで、はい、あのでそこで薄利多売でもらっていくっていうことをちゃんとしてるところを応援しようって部分で、格物っていう、格物ってね、中国の古典でね、格物知知って言葉があって、物事を正すことは最上の知識につながるっていう、あのすごくありがたい言葉なんだけど、それをあえて格物って言って、正してやれ業界をっていう意味で格物って名前つけたんだけど、もうこっからコンセプトが違うんだと。ドリームなんとかだとか、なんかパラダイスなんとかとか、安い名前つけんなっつって、私はポリシーがあるんだっつって、はいはい、始めたんだけど、はい、やっと10年ぐらい経ってやっと赤字から脱却できたかなっていう。あ、そうなんですね。それはそうだよって、金もらって持ち上げないんだから。うーん、あ、でも、え、損益分岐点がもうこちらってことですよね。それ、もうずっと金使ってきたんで、それでやっぱりダメな店の方が多いから、うちに乗っけたくない店も多いしの方が大半だから、ダメな店の方が広告費いっぱい使ってくれるから。そうですよね、うん、だから儲かんないよ。でもあれは俺の趣味なんで、趣味っていうか、若い頃散々風俗にお世話になったんで、はい、あの業界を起きてあげようっていう、うーん、っていうボランティアみたいなもんなんで、はい、でやってるんで、風俗業界にはかなり俺詳しい部分、まあ知識だけは入ってるんだけど、はい、でアドバイスで言うと、いや勝ちたかったら安くするのいいよねと、はい、安いは質がいいわ、だから教育はすべき、教育、はい、ありがとうございます。 どういうふうにしたらそれを自分でやるってことですよね。あのね、そうですよね、はい、あの東京来て人気のあるお店の客で行くの、はい、うんうんうん、と、はい、ああこういうサービスがあるんだ、ああこういうことしてるんだと、はい、であなたが研修するの、はい、
で女の子たちに言葉遣いから教育するの、はい、どういうことかっていうと、はい、AV 女うちの専属もそうなんだけど、はい、この業界以外 でもちゃんと評価される子に育てたいっていう、はい、他の業界で通用しないから俺たちは馬鹿にされるんだよと、うん、他の業界でもちゃんと働けるレベルの子たちがあえて選んで AV 女優を選んでる風俗女優を選んでるっていうとかっこいいだろうと、はい、うんうん、そうですね、はい、と CA さんよりもあの言葉がしっかりしてて態度もいいよねって言われたいよねと、うん、はい、ただ君らができないんじゃなくて教わってこなかっただけなんだと、うん、はい、でプロである以上はいくら金でいくらの値段であろうがその客を最善を尽くして喜ばせるっていうこの精神は絶対必要だよと、はい、プロというプライド持とうよと、うん、もう AV 女優にどんだけ説教したか、うん、人を喜ばしてお金をもらうことに規制はないんだと、はい、でそういうので助かられる男性もいっぱいいるんだと、幸せ与えてるんだと、だったらより幸せにしてあげようよと、あなたでよかったわって言われるようにしようよと、まずその精神を持てと、次にあんのがテクニックも必要になるからテクニックを教えてやると、まず挨拶はきちっとしようと、身だしなみにはきちっとしようとっていう触れ合ったんだから俺の店に来てよかったわっていう教育してあげようよと、どの子に行ってもあの店だといいわって言うと付加価値がついてくる、さらに言うと安いと、なんであんな子があんな安いのと、私 20% しかもらっておりませんのでと、それじゃ儲かんないんじゃないのと、大丈夫ですと、食ってはいけるんですが今店舗2店舗も今度が始めるんで、それになったらちょっと普通の収入になると思うんですが、これが10店舗になったらうわうわっすよっつってあ、そういうなんかこう、で逆に言うならそういうことができるようになったら、はいはい、フランチャイズで金もらって俺が店の出し方教えてあげますっつって、女の子の教育の仕方教えますっつって、はい、側になるといいよねって、うん、そうですね、本当にそうです、はい、とりあえず自分のやってる仕事にプライド持とうと、プライド持つためにはちゃんとした仕事をしてるっていう、ちゃんとしたっていうのは人を騙さない、はい、お客様に信頼を受ける、うん、お客様が望んだ以上の商品を届ける、そういうことをしてると周りから何言われても AV 屋のくせに人生相談やる男だよなんですから自分を俺見てきて俺まっとうな人間だもんと、はい、そうです、人を喜ばした結果俺ありがとうってお金もらったんだからと、よっぽど金融関係よりよっぽど俺のがまともだわと、物を作ってその商品で人を喜ばして、それでその関係した人間にちゃんとお金を払って、何も悪いことしてないもんですもんと、はい、うん、これはあらゆる仕事において同じ論理だと思うんだと、はい、教えてあげるよっていう部分において風俗も同じように、そういうことをやったら100年後に風俗が馬鹿にされてない業界になる可能性も十分あるんだよと、さくらまなっていう女の子がうちの女優さんで、はい、俺は花屋プロジェクトっつって引退のことを考えて引退後の応援をしてあげようと、はいはい、何かしたいことあるんだったら今の現役のうちに応援するよって言ってで呼んだら作家になりたいと、うんうん、じゃあ全面的に応援してあげようっつって、はい、あの出版社つけて勉強させて、で出たらそこそこ売れる女優 の作家になれたんだけど、はいはい、そういうのもお前は業界を背負ってる女優に幸か不幸かなれたんだと、うんうん、そういうお前が引退した後不幸になったら AV の地位が下がるんだよと、うんうん、幸いにしてお前は頭もいい子なんで、じゃあそういうことが興味あるんだったらあの技術は教えて、あのそういう先生につけてあげるから勉強して作家になって売れてくれたら希望が湧くだろうと、お前の問題じゃなくてこの後輩たちのと、花屋プロジェクトっていうのは女優さんにあの引退したら何やりたいのって言うと3人一人ぐらい花屋やりたいって言うんであそこから花屋プロジェクト、それは儲かった利益を投資してあげようよと、頑張った女の子にそういうのを応援してあげようよとっていうのの一番成功例なんだけど、それは何でって言ったらその子のためというよりもはその業界を良くしていくってことによってその業界で稼いでる俺が自分で自分を卑下しなくていいようにしたいっていう、はい、
唯一 AV 業界で卑下される部分でいうと AV 女優さんが不幸になりやすいっていう、うん、では少しでもそれをカバーするために引退後まで応援してあげたいなっていう精神から始まったんだけど、というようなことを本気で思って本気で尽くすのよ。はい、その本気さの高さですね。そう、それをそこそこ楽に働いて金になるんだよねってくるやつらが多すぎるわけ、うん、だからバカにされんだっていう、うん、そんなやつらが入ってきても食えねえ業界にしてやるといい。だいぶなったよね。そうですね、うん、昔は本当ひどかったけど、はい、今はそんな騙す店も減ってるし、はい、あの本気でやってくれる女性も増えてるし、うん、っていう意味においては経営者がもっともっと伸びるべきで、東京だとそういうのじゃないとなかなか成り立たなくなってるんだけど、地方行くとまだまだぬるいよねと。ぬるい、ぬるいです。ぬるいと思います。はい、はい、そうですね。スタッフも全然違うと思う。逆に言うとそういうのが口コミで広がってって、はい、東京からわざわざそっちのお店にまで行くって店になるといいよねって。そうなってくれると嬉しいですけど、ね、嬉しいじゃなくて、はい、努力すればいい。まあ、わかりました。はい、ひたすらいいお店っていうのがあったら自分が行ってお金払ってどういうことをしてくれるのか、どんな教育されてるのかみたいな話をしてメモって帰ってくると。そんなの15万払うんだったら自分でその15万毎月使って勉強しに行くといいって。そうですね、うん、でそれがうまくいくと、じゃあ次は近隣のもっと大都市に店出そうとか、うん、そしたらそういう時に育っていったら将来金になるけど、うん、今は一軒で勉強してる最中、うん、どうやって女の子を教育するのか、どういう料金体系にして、どういう歩合にしていったらいいのか、うん、そういうものができたら自分ももらうけど、できるまでは生きる程度くださいと、うん、で無駄な金をどうやったら削れるか、客が喜ぶっていう部分では車で行くっていうのは喜ぶと思うし、女の子の守るってことにもドライバーって必要になってくると思うんだけども、はい、そういう問題がもしもない街であるならば、自分で動いてもらうことによってあなたの取り分が増えますよと、うん、例えばの話が1000円あなたの取り分から引いていいんだったら車で送り迎えするよって言ったら、女の子の多くはいや歩いて10分だったら自分で歩いてきますって言うよと。あ、そう、 ありがとうございます。同じ料金なんだったら送ってくれって言うわ。そうですよね、そうですよね、うん、でドライバーも絶対必要になると思うんで、じゃあ一人のドライバーを雇っても成り立つっていうと、規模的に言うと30人で1日あのお客さんが50人ぐらいいると1人雇っても十分に採算合うなみたいな数字上の分岐点ってあんのよ。その合うサイズに持っていくっていう。で、あの整ってきたらスーツ着るようにして、ちゃんとした人に見せる努力して、ひげなんか絶対ダメだよ。ダメですか、うん、見た目でちゃんとした人が経営してるんだっていう重要なの、こういうのって。あ、はいはい、俺は AV でこの会社が伸びてくるにあたって、うん、人生で40過ぎて初めて金髪にしたいとか、5人いれば5人従おうとか言ったりとか、はい、スーツを毎日着てくるとか、溶け込もうっていうのから今度この業界書いてやるようになってくみたいな、いろいろとやってた。このヒゲはテレビ出るよ、はい、少しあんたあの薄っぺらな顔だから冬に入るとかいっつってかぶさんに言われて冬に入らすになったっていう。そうなんですね、キャラ作り。ぜひあの真っ当な格好すると真っ当に見られるよって、はい、青山で買ってね。青山のスーツですね、うんうん、下手なブランドもダメだからね、青山で。あ、逆にダメですね、うん、はいはい、安いスーツがいい、うんうんうん、なんだけどいつもスーツ着てるよねっていう。ただあのシャツがあのヨレヨレじゃないシャツね、なんで青山でいいんで、あのシワが寄りづらいやつ、はいはい、それを4着ぐらい買って、うん、と周りの見方変わるから、うーん、女の子も言うこと聞くようになるから。そうなんですね、今だとドライバーの筆だから。おっしゃる通りです、うん、はい、そういうのって重要ですよって、うんうん、で志持って、はいはい、売り上げが伸びてきたら2店舗潰してやったら次のアドバイスしますから。わかりました、はい。
その時はよろしくお願いします。遠いところありがとうございました。いい、どうもありがとうございました。よくしよう。で、早く核物とコラボできるようになるといいね。そこまで頑張ります。あ、握手してもらっていいですか。写真撮る。あ、いいですか。はい、はい。サードハウス西棟をご案内いたします。まずは屋上のテラス、気持ちいいですね。海が見えるジャグジー最高でしょ。バーベキューもできて開放的ですね。室内のお風呂は最高級仕上げ。料理がしたくなるキッチンとリビング、シェフを呼ぶ手配もいたします。寝室は4つ、どちらの部屋からも海が見えます。そしてこのトイレ、かわいいでしょ。サードハウス西棟で贅沢な時間をお過ごしください。